こんばんは。ありがとう。ありがとうございます。今日は何の日でしょうか。今日はね、今日はマシモカホの誕生日です。イエーイ、おめでとう。二十歳だって。すごいね。もう大人ですね。おめでとう、おめでとう、おめでとう。ありがとうございます。明日の公演見に行くね。ありがとう、待ってます。明日2公演だよ。大丈夫かな。ちょっと頑張りますね。仕事中見てます。仕事中大丈夫。ヤッホー、ありがとう。明日はお仕事です。頑張ってください。そう、今日はマッシーの誕生日なんです。今日はコラボ配信しないの。しないよ、今日は。今日はしないんですけど、明日の16時からちっちゃいもんで配信をするので、ぜひ遊びに来てください。マッシーもしてます。DD だ。DD だね。姫市のアンダーデビュー行く。ありがとうございます、待ってます。ゆうちゃんコールお願いします。パジャマ着てるの。パジャマじゃないよ、ワンピースです。ブルックリンのメロンパンゲットして、いいなー。ブルックリンのねメロンパンまだ食べたことなくて、ちょっと755で一回出した以来まだ行ってなくて、ちょっと行ってきたいと思います。ゆうちゃんに会いたいの。ありがとう、ありがとうございます。お気に入りの服ですね。そうです。お気に入りというかこれが一番楽。ラーメン2杯食べた、やば。ぶっちゃけディディどうも。え、いいと思いますよ。まあユウが一番好きなら。うん、ディディね、ディディ、ディディの人ね。あ、明日のちっちゃいもんクラブの配信は16時頃です。16時頃になります。なんで皆さん遊びに来てくださいね。そうです。DD です。多分 DD じゃないと思う。DD の人はさ、怒られたいのかな。ありがとう。そう、ちっちゃいもんクラブ知ってますか皆さん。知ってるかな。かわいい、ありがとう。ありがとうございます。ゆうちゃんに怒られるの。
怒られたいんかい。そう、ゆうがリーダーです、ありがとう。 DD は健全？健全ってどういう意味？そう、 DD でもDD じゃなくてもいいと思いますよ。ゆうが好きなら、ゆうが好きならいいよ。ゆうが好きなら、うん、ゆうが一番好きならゆうが一番好きならいいよ。仕事戻ります、頑張ってください。ちかなちゃんにはよく怒られます。ちかなちゃんね、隣の握手でね、隣の霊になってなる時があるんですけど、よく怒られてる方がいますね。おしちゃんをおしめにしてくれてありがとう。全然です。いや、いつもお世話になっているので、みなちゃんには。次怒られたい怒られたいって言われたら怒れないよね怒られたいって言われたら怒れないです。ゆうちゃん一番好き、本当に本当信じますよ。ゆうちゃんに怒られに行きます。え怒られに行きます、うん、頑張って怒ります怒りますおかしいよね。ゆうちゃんが一番や、ありがとう。割と研究生パーカーが多いけど、ワンピース清楚な感じが好き、ありがとう。ゆうもね、なんかレッスンとかなんだろう、どうでもいい日っていうか、なんだろうねなんかそんなに外見を気にしないときはパーカーでそう、あのショールーム始めてからね、ずっとパーカーとか、なんか部屋着みたいな服ばっかりだったから、今日はちょっとワンピースにしました。ゆうにハマってしまう、本当ありがとうもっともっとハマってください。ゆうちゃんが怒るとどんな感じ？それはもう握手会に来るしかないですね握手会に来てください。かみつやつい、ありがとう。この前シャンプー変えたらね、メイクさんにもなんかサラサラだねって言われました。はるちゃんってちゃんと会計できる？心配だ。できるんだよ、それが意外だよねゆうもね、この前ちょっとねびっくりしました。でもまだ皆さんには見せないです。ちょっと楽しみにしててください。めっちゃ怖いです。怖くないですよ怖くないよ。はるか村ってどこにあるか知ってる？それは村長に聞きましょう。いうゴールド村民だけど、どこにあるか分かんないです。みんなも知りたいよね。ユウもね知りたいの、はるか村どこにあるか。でも聞くとね、ちょっと変な顔しちゃうから変な顔って。そう、みんな聞いてみて、握手とか言ったら。あ、でもはるか村はみんなの心の中心になります。だってみんなの心の中心に、心の中に、心の中にあるんだって。はるか村連れてってください。え、ゆうも連れてってほしいんですけど教えて。みんなの頭の中みんなはるか村村民なんですか、ここの方は
ここにコメントしてる方は。フルーツ食べた？まだ食べてないです。りーちゃん瞳が大きくて綺麗だね。ありがとうございます。この前一番正解率が低かった問題出します。私はインドア派でしょうかアウトドア派でしょうか。これ一番みんな間違ってると思う。ハルルンって不思議ちゃんなの？なんだろうね、謎です。謎です。でもすごい面白い子ですよ。そう、自己紹介 MC とかすごい面白いよいつも。仕事中だけど抜け出して見てます。大丈夫ですか？バレないように。無音無音でユウが何話したか分かんのかな。つっかおでひなちゃんに指刺されたことある？ありますよ。でも最近刺されないのだからちょっと悲しい。あれユウかなって思ったら隣の人だったみたいな。ちっちゃいもんクラブのリーダー？リーダーはユウです。副リーダーがひなたです。ヤヒコ、さすが。この前見てくれる人多いのかな。正解はみんなアウトドア派でした。そう、この前もねインドア派の方がめっちゃ良かった。仕事に戻ります。頑張ってください。一日休みで結構みんな家にいたりするんだけど、私はどっか出歩いてないと、だからアウトドアですね。晩ご飯作りながら見てます。ありがとうございます。今日は何ですか晩ご飯？ゆうのお家はねまだわかんない。聞いてないです。ゆうちゃんの描くピーナッツっぽい絵が好きです。ピーナッツっぽい絵って何ですか？ゆうピーナッツなんて描いたことあったっけ？てか好きです。ありがとう。ゆうちゃんのモバメ楽しい。ありがとうございます。嬉しい。だってみんな楽しいって。ぜひ撮ってね。リーダーって何するの？リーダーはちっちゃいもんを引っ張っていきます。主に引っ張っていく、引っ張っていくって意味わかるかな、まとめる、まとめる役目です。明日公園行きます。ありがとうございます。お待ちしてます。音聞こえないのが残念。どうしよう。ハートを。ちょうど仕事終わった。顔見れて嬉しい。ありがとうございます。お疲れ様。クイズ毎回答えてるよ。ありがとう。返信しなくてごめんね。大丈夫だよ。リーダーと呼ぶよ。え、ありがとう。ありがとうございます。今日も残業中です。頑張ってください。同棲だけど、ゆうちゃん。好きだな。ありがとう。嬉しいです。本当に綺麗なのでじっと見ています。恥ずかしい。恥ずかしいです。富永家の変わったルールある？なんだろうね。富永家の変わったルール、変わってるか分かんない。変わってるか、なんだろうね。ルールあるかな？ないと思う。リーダーって一番年上だっけ？そう、一番最年長です。全
ったり配信がゆうちゃんらしくて好き、ありがとうそうだね、まったりだね、ありがとう皆さん。今更だけど、ゆうちゃんとゆうちゃんってどっちがいいかな。ゆうは伸ばすで、ゆうちゃんでお願いします。そう、公式のね、あだ名がゆうちゃんなので伸ばし棒で、うじゃなくて伸ばし棒だよ、お願いします。まあでもあれだよね、声に出したらどっちも同じなんですけど、そう、ちょっとそこはちょっとこだわりがあるのでお場面楽しそうなので撮ろうかな。ありがとうございます、撮ってみてください。わかりました、ありがとう。ゆうって、ゆうのつく女の子って可愛い、ありがとうございます。ゆうね、なんかちっちゃい時は自分の名前そんなに好きじゃなかったんですけど、物心ついてから、物心ついてからっていうのかな、自分の名前大好きですね、今は。そう、漢字もすごい好きです夢があるって書いて言うです。ゆうちゃんじゃなくてゆうちゃんなのね。あ、うん、伸ばし棒伸ばし棒はね、でもそこはちょっとこだわりないかもしれないくねくねでもいいかもでもうじゃないんですよっていうことはちょっと。今日も仕事中です、お疲れ様です、頑張ってくださいそう、夢があるっていい名前ね。そうだよね。そう、でもちっちゃい時あんまり好きじゃなかったの。23日初めて握手に行くね、ありがとう、お待ちしてます、ありがとうございます。そう、最初の配信の時にね、ちょっとちゃんと説明してなかったんです、説明っていうか、でもみんなわかると思うけど、名前はね呼べないです、ごめんね。推しと好きは違うよね、同じですよ同じですよね、同じ、同じっていうか、もうあれだよね、あの子好きって言ったらもう浮気だよね浮気ですよ。パパママに感謝しましょう、いい名前もらって感謝してます本当に。カタフレのロバの顔でフラフープ笑った、ありがとう、笑ったの本当にあの時すごい静かだったけど、笑った人いた明日行きます、お待ちしてます。メンバーと買い物とか行く、行きますよ、行きます。レンジでチンしながら見てます、ありがとう。え、何をチンしてるんですか。お腹すいたお腹すいちゃった、メロンパン食べたいな。お見送りの時会話してもいい
話しかけてくださいぜひ。あんまり長くはお話できないけど一言ぐらい。エビドリア美味しそう、食べたい。おすすめのメロンパンは、でもユウが一番食べてるのはね、コンビニにね売ってるなんか、何チョコチップのねスティックのやつ、メロンパン。そうなんですよね、昨日も今朝も食べたんですよメロンパン。得意料理は、得意料理は何だろう、得意料理はね、なんだっけ、ブラウニー。ブラウニーすっごい上手にね作れたの去年、しっとりのやつです。今日はマッシーの誕生日だけどプレゼントとかあげた？まだあげてないです。メロンパン好きってカリカリしっとり、カリカリかな、外がカリカリが好き。今日は何時まで？何時まで？今日は5時半までです。そうですね。NGT 11月誕生日ね、多いよね。優しくしてね。どうだろうあと5分、ありがとう間もなく、そうですの時間がない、時間はそうです、ないね。でも5時何分から始めたから30何分までかな。ゆうちゃんに会うと緊張してしまうゆうも緊張しますよ、皆さんに会うと。ちなみに自分も11月生まれです。おお、おめでとうございます。メールの絵描き率面白い、ありがとう寒くない、大丈夫大丈夫です。朝寒かったけど今は寒くないです。ちなみにあおちゃん大好き、大好き、大好き生ブロッコリー。今ブロッコリー好きです、ちょっとだけあおちゃんみたいにそんなに好きじゃないけど。清楚な美人すぎて会話緊張する、大丈夫ですよそんなそんな大丈夫ですよ。お見送りで声かけられると嬉しい、嬉しいですよそりゃ、とか初日行きます、ありがとうございます。
手の時は近距離で緊張して、近距離？そう、あ、そういうことか。いつもメンバーとは遠いからってこと？今日のご飯は何だろう、何だろうね、わかんない。お見送りも緊張する大丈夫ですよ。でもゆうも、あ、でもゆう、お見送りは緊張しないかな、公演終わった後だから。書いてくれるの？頑張って今ね、寺ひながゆうの似顔絵描いてくれるんだって。ピーナッツピーナッツ。あとは今後はショールーム配信でも絵描きクイズしてほしい。去年ね、去年やったんだけど、なんかちょっと優があんまりにも絵が上手じゃなさすぎてテラピア画伯、テラピアね、すごい絵うまいと思います。上達を見せて。分かりました、今度見せますね今度ね。上手くなってる、本当ですか？頑張りますね、じゃあ。ねえねえ、ちょっと言う、寺ひなってさ、絵上手なイメージがあったんだけど。ゆうはちゃんと、マイクがちゃんと綺麗になって。うん、ありがとう。歯を出してやらんの。うん、確かに。なんかこういう笑い方なくて、こうやって。いや、待って。あ、エクボがない。そうだ、エクボがないよ。頑張って。え、結構上手くない？上手と思う。ちょっとテラヒナが面白い絵描いてるんだけど。毎日書いてるけど、ゆう絵上手じゃないですよでもゆう、昨日ひなたとねコラボ配信して思ったんですけど、ゆう意外と絵上手かもしれないって思いました。ちょっと今何分ですか？今何分か分かるかな？ひこと比べたらダメひなたね、もうそろっと終わりたいと思います。皆さん今日もありがとうございました。またね、ありがとう。皆さんコメントギフトありがとうございました。そろっとね、そうそろっとバイバイです。ありがとうございました。明日公演頑張りますね、ありがとう。あ、明日公演、明日以降もずっとなんですけど、あのないない、あのあれなんだっけ、キャッチフレーズでないないエクボ、私のエクボにユーもハマっちゃうぞって言った後にハマっちゃいましたって言ってください。お願いします。じゃあね、バイバーイ。